来年の目標とかあれば一言。来年は、どうしましょう、お見合いとかしますか。お見合いやったり。でも仕事をとにかく頑張って親孝行がしたいです。何か家を買ってあげるとかそういった形ですか。そうですね、今のところ実家は私のせいでまだお金が貯まってないのか、トイレしかリフォームできてないんで、ちょっと畳とか張り替えたいですね。はい、はい、私から以上です。ご質問いかがでしょうか。いつぐらいに来たんですか。これ9月の頭です。その直前までちょっと舞台をやらせてもらってたので、はい、結構表情とかもちゃんと隠れてると思います。これね、過去最大の露出みたいな感じ。そうですね、はい。だから結構胸フェチの人とかお尻フェチの人とかいろいろいるじゃないですか、うん、どれにでも対応してると思います。だけど女性の方にも結構もう見ていただいた方から感想をいただくと結構好きとか言ってもらえるので、女性の方にも結構興味の持ってもらえてる作品かなと思います。結構ヌードな写真とかあったんですけど、ポロリとかはあったんですか。え、ポロリとかはあったんですか。ポロリはずっとです。今回はそうですね、でも意外と大丈夫でした。はい、グラビアスイッチを入れないと恥ずかしくなるので、入れながら切り替えてやってました。何歳ぐらいまで現役頑張ろうとかあります。そうですね、四十肩になるぐらいまでがやりたいですね。いけるんですかね。でも今結構私グラビアまだやらせてもらってるんですけど、芸人さんとかからおっぱい見ると笑っちゃうとか、結構そういう枠に入れられて初めているので、こんなことはないっていう意味でまだまだやりたいですね、現役で。すいません、じゃああと、はい、あと 2,3 箇所どんなシーンがあるか、どんなカットがあるかを教えてもらって。そうですね、どんな感じがいいですか。結構ナチュラルな感じもあるけど、私でも試み的に初なのはこのおでこを見せたっていうのは初めてです。意外と前髪作って若作りしてるんですけど、これはちゃんと上げて王道なグラビアです。かなりとか、さっきのムーディーなやつとか、あとは都内で撮ったのも入ってるんですけど、なんていうんですかね、ベッド周りが充実してるっていうんですかね、大人な感じのこういう表情だったりとか、これ体が見えてないんですけど表情で結構想像してもらえるカットかなと思って結構気に入っています。プライベートもそんな感じだった。はい。いや見たことないんですけど、プライベートでこういう顔するのかどうかは。でもそういう風にっていうカットもやっぱこう30歳になったので見せてもいいかなと思って、今まで弾かれてたカットだったりもするんですけど、あえて入れてくださいっていうことで、この私の写真集今回は順番とかも決めさせてもらったので、結構本当素です、手島です。はい、先ほどなんかお見合い、来年お見合いやりたいとかって言いましたけど、はいはい、お見合い写真はなんかその中から、あ、私これをもう表紙で、はい、お見合いっていうか本当は普通に恋愛したいですけどね、本当にモテないのでちょっと焦ってますね、はい。でどんな方と何かお付き合いしたいとかありますか。地味な人、地味でしょ、地味でちゃんと働いてる人